フリーライターの古川と申します。毎回傍聴にたくさんの方お越しくださいまして本当にどうもありがとうございます。なんか戦前をちょっと取り戻されそうな恐ろしい戦後70年の夏なんですけれども、小さいけれど希望はあるというふうに思っておりまして、例えばちょうど1年半前に、我々が訴訟を起こした時に、傍聴人を募るチラシを初めて配りに行ったのが、渋谷の若い人たちがデモをしているっていうんで、そこに行ってその主催者の方にお願いしてデモの最初と最後にチラシを配らせていただいたんですけれども、そのデモがもう大変、ノリが良くて明るくて参加してて面白かったんですが、それがまだその頃200人とかそれぐらいだったと思うんですけれど、秘密保護法に反対する、学生の緊急行動サスプルという名前でやっていた彼らが今シールズというふうに名前を変えて、安保法制に反対しているということ で今シールズも関西とか東北琉球、各地にどんどん起きてきて、なんかヨーロッパの方でも今新しくできるっていう噂も聞いてますし、シールズだけじゃなくてママデモですとかなんかオールズとかいろんなところに派生しているようで、ここまでその安保法制を押し戻す勢いが出てくるっていうのはみんな想像してなかったと思うんですけれども、でこうした裁判に関してもそういうふうになればいいなというふうに思っておりまして、でたまたま我々はフリーランスの、ジャーナリストとか映画監督とか、そういうものが集まりましたけれども、例えばその子どもを守るためには、秘密保護法やっぱりあると困るっていうお母さんたちですとか、自衛隊のご家族ですとか、あるいは地域であるとか、いろんなところで、それぞれの方々が集まってこういう裁判を常に日本のどこかで起こしていただけるようになれば、またそれも大きな一つの流れになるんじゃないかというふうに思っております。でその際には我々東京の原告団に声をかけていただければ、できる限りの、お手伝いをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。